市原英二の花万歳。今日は市場で見かけた素晴らしいお花たち、長野県や涼しい高齢地の商品を主に紹介しています。それではどうぞ。はい、こんにちは。市原英二の花万歳。今日はですね、久しぶりにね、市場で見かけた素晴らしいお花たち。なぜ僕が今日この動画を上げるかと言いますと、今年はですね、本当に暑かったでしょ。で、市場っていうのは、どういうとこかと言いますと、地元の、例えば大阪でしたら、奈良や大阪近郊のもののお花を集めたり、そして市場の最大の魅力っていうのは、遠いとこからこちらに、例えばこちら長野県から来てます。本当にね、これ花丸園芸さん言って綺麗なね、ゴールドクレスト作られる方なんですけど、やっぱり、長野、そうですよね、こちら黒崎さん、今まではね、本当にね、これ暑いかったでしょ。だから冷涼地帯からこちらに持ってくるときにお花が傷んだりとか、ただ商品はいいんです。ただこういった温暖化のときに本当にね、花屋さんも苦労しましたし、市場も苦労されてたと思うんです。そう、市場の最大の魅力は遠方からお花、花鉢、切り花を持ってきてくれるっていうことなんです。そう、切り花で言いますと高齢地ね、の方が商品がいいとか、そう、実は鉢花も高齢地の方が商品がいいんです。ただし今年のような暑さですとお花が傷んじゃうんですよね。ただ僕自身市場で勤めてた経験からしますと、やっぱり魅力的な商品をね、お客さんに提供したいっていうのがあるんですね。そう、今なんですよ。ようやく市場の人が一生懸命運送瓶を使ってですね、遠方から長野県や、そう、軽井沢やいろんなところからお花を集めてくれてます。そして我々花屋さんはその遠方の涼しい場所のいい商品を売ることによって、これから皆さんね、地元の、お客さんにいいお花を提供できる、そういったやっとその時期が来たんです。今日はですね、ようやく市場で見かけた素晴らしいお花たち。そう、明後日から、明後日はちょっと温度は高いんですけど、ぐっと冷え込んできますので、ようやく、冷涼地帯と、こちらの、例えば地元僕ら大阪なんですけど、長野県と大阪の気候がややスライドしてくる。これが皆さん、お花屋さんにぜひ行ってください。この動画を見てるね、視聴者の皆さん、そろそろ、園芸店、お花屋さん、いろんなところで、いいお花が出回りますので、そういったことでね、今日はですね、いろいろと市場で見かけた、素晴らしいお花をね、紹介していきますので、一つよろしくお願いいたします。はい、まずはですね、軽井沢からやってきたこのベコニア。いやー、僕ね、この軽井沢園芸さんね、ほんと好きなんですね。やっぱり涼しい場所で作られてますので、こういった球根ベコニアとかね、いつもね、綺麗なお花を作っていただいてます。そろそろベコニアもどうですか。はい、こちらですね、木立ガーデンさんですよ、山梨県。こちらね、実はね、サニベルさんの、ご子息が、これ、お嫁に行かれたところなんですけど、本当にね、この匂い桜、新しいね、このクラリッチって言いますが、本当に綺麗な、匂い桜が出ています。本当にね、綺麗なんで、そろそろ涼しくなってくれば、匂い桜の季節です。一回皆さん、そろそろどうでしょうか。はい、こちらですよ。ベルギーマムといえば、飯島さん、飯島俊一さんですよ。ぜひね、この商品、
袋から開けてみてください。本当にすごいですから。ただベルギーマム、明日あたり温度暑いので水しっかり根元にやってください。このベルギーマムとかこのクッションマムはですね、水が命です。やっぱり黒崎さんのコスモスですよ。こちら暁なんですが、そろそろね、先ほども言いましたけどシンクロしてきます。涼しくなってくるので今が一番コスモス綺麗です。ぜひね、皆さんチェックしてみてください。そろそろコスモス買いですよ。こちらですね、こちらも黒崎さんですよね。コスモスダブルクリックですよ。やっぱりね、長野県安曇野の冷涼地帯で作られているコスモスはね、こんなに色が綺麗ですよね。ダリアのようなコスモス、本当に綺麗です。こちらゲブラさんの霧島の秋です。いやー、すごい頬がでかいですよ。やっぱりね、霧島の秋、本当にねいい商品なので、ぜひ皆さん、来年ねもう終わりということなんですが、チェックまたしてください。本当にいいお花です。こちら下原さんの、カルーナブルガリスですよ。やっぱりいい色出てますよね。やっぱり長野県から来ています。やっぱりね、市場の機動力ってすごいですよね。こちら長野県宮坂さんのラベンダーです。センティビアラベンダーですよ。やっぱりね、本当にね綺麗なんでおすすめの一品です。信州石膏園さんのガーデンシクラメンです。本当にね色が綺麗ですよね。長野県産のシクラメンはですね、温度差が比較的まだね少ないので、まずねこの時期ね、ぜひ長野県さんからお試ししていただいて、色がね変色する場合もあります。温度が高くなれば。だけどね、ぼちぼち来週から寒くなるので、シクラメンの方もね置いていってもらうといいと思います。こちらですね、長野県中平さんの、ガーデンシクラメン。やっぱり株がしっかりできてますね。はい、こちらですよ、岐阜花き流通センターセントラルローズさんのミニバラです。チュチュオプティマ、ほんと可愛らしいですよね。セントラルローズの大西さんにはね本当お世話になりました。本当にね、そろそろミニバラの季節ですので、ぜひ、セントラルローズさん、僕のおすすめです。はい、こちら浅野園芸さんです。線香花火ですよ。浅野さんもね、僕最初に担当したのが岐阜だったので、それからですねずっと続けられています。この線香花火結構売れますよ。本当に可愛らしいお花なので、アルテルなんてら線香花火結構綺麗ですよね。はい、こちら香春カズラです。この僕はね今浅野園芸さんの中で一押しですね。ミリオンキス、こちらね本当にね低花木っていうかな、結構1メートルぐらいの木になりますので、本当にねそれがね満開で咲きますと本当綺麗です。こちら武藤園芸さんですね。岐阜花き流通センターの中でもラベンダーとかね、そういったブルーのお花よく出されています。このサルビアパープルマジェスティはですね、綺麗ですよ。本当出根しますしね、この時期青い花なんとも言えないです。はい、こちら愛知県川口園芸さんのガーベラです。旬のねそろそろ涼しくなってきますと、このガーベラ本当に綺麗です。川口さんのねガーベラ、今4寸では一番綺麗じゃないかと思います。この時期ね、やっぱり僕はねガーベラ涼しくなってきたら、また僕もね置きたいなと思っています。見てください、このつぼみ。川口さんのガーベラおすすめの一品です。こちらパンダマークですよね、金市園芸さん。スプレーマムといえばこの金市さんですよね。いやー、僕が市場で勤める時からやっぱり素晴らしいですよね、スプレーマム。
本当にね、綺麗なスプレーはもう作られています。本当にね、この金地さんのスプレー絶品ですので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、こちら西山農園さんですよね。今僕ね、この愛知県のね、この西山さん、苗はね、ほんと素晴らしいものを作られてましてですね、結構ね、僕もたくさん年間を通してお世話になっている生産者の方の一人です。コスモスのね、このミックスウェイ、本当にね、しっかり作られてますので、おすすめの一品です。はい、こちらですよ、鈴木義弘さんですね。おもしろ観葉リプサリス、義弘さんはね、アジサイでね、もう今や有名なんで、こういったね、おもしろ観葉、僕はね、大好きですよ。ぜひ飾ってみたいもんです。こちらサライ園芸さんです。いやー、やっぱりアンスリウムの専門家といえばもうサライさんですよね。ピレナオラム、本当にね、面白いアンスリウム作られています。いやー、これはもうね、おすすめの一品です。はい、こちらですね、以前ね、鶴見さんで勤めていた、伊藤くんって言ったら怒られるけど、伊藤園芸さん、ミニバラでもね、有名な上手に作られる、生産者の方なんですけど、アカシア、このパールアカシアですよね、ボダリフォーリア、いいですよね。これ本当にね、僕久しぶりにね、こんな綺麗なパールアカシア初めて見ました。ぜひね、これ僕もね、花万歳店で売ってみたいなと思います。せっかくね、伊藤園芸さん頑張ってはりますので、僕はね、この伊藤園芸さんのこのパールアカシア、本当にね、上手に作られていると思いますので、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。こちら埼玉県山下フラワーズさんのゴールデンエンパイアです。本当にね、株もしっかりして綺麗ですね。さあ、ハロウィンマムですよ。あえてオレンジばかりで作っていらっしゃいます。山下さんのこの時期のね、ハロウィンの商材、ぜひ皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。かわいいな。こちら北海道都築さんのカルーナですよ。カルーナガーデンガールズ、やっぱり北海道の商品はね、群抜いてますね。花つきが違います。ぼちぼちね、ややまだ温度差がありますので、涼しい場所の方はもうぜひ買っていただいていいんじゃないかと思います。やっぱり市場の機動力ってすごいよね。北海道の商品入ってきてます。こちら堤農園さんの、静岡堤農園さんのワシントニアですね。これね、本当にね、意外と寒さ強くて、本当にね、綺麗なね、観葉というかアウトドアですね。これデザートガーデンというかドライガーデンにぴったりの逸材やと思います。はい、こちらね、ザミオカルカスのゼンジーですよね。ザミオカルカス、GZ プランツのこれコンパクトタイプです。こんな可愛いね、大きくならない、ザミオカルカスがあるんですよ。これはおすすめの一品です。やっぱり太一さんのミルキーウェイ、この時期ね、いつ見ても綺麗ですよね。やっぱりこのパキラミルキーウェイは本当に綺麗だと思います。観葉の方もですね、終盤戦に差し掛かってきますが、ぜひね、このミルキーウェイのパキラチェックしてみていただけたら嬉しいです。はい、こちらですね、佐賀県クレマファクトリーさんのこのユーカリすごいですよ。レインボーユーカリ、幹がね、将来的にはこういった形になるという、あったかいとこでしたらね、こうやってなってきますので、寒いとこはちょっとね、難しいんですけど、これはね、面白いユーカリなので、ぜひこのレインボーユーカリチェックしてみていただけたら嬉しいです。同じくですね、クレマファクトリーさんのパールアカシア、いろいろとね、作られてるです。ユーカリはね、いろんな種類ね、
ムーングとか、このウェスティリアナとかポポラスとかね、いろんな種類作られてますのでね、ぜひねこのクレマファクトリーさん覚えておいてください。こちらですね、松村農園さんですね。本当にねいろんなね変わり種を作られています。バーキンもねこんなおしゃれに作られています。こちらモンステラのタイコンステレーションですよね。いやー面白完了いいですよね。このモンステラのフィール本当に色が出てます。こちらアンスフォルゲッティですよ。いやーやっぱフォルゲッティかっこいいね。こちらホマロメナカモフラージュですね。いやーなんとも言えないこのゼブラ柄いいですね。こちらデヘンバキアティキティキです。葉っぱがねなんか肉厚でね寒さに強そうな感じです。はい、こちらですね沖縄観葉ですね。アルテシマの曲がり、遠山さんね懐かしいですよね。いつもねあの居酒屋があるんですよ。そちらの、お姉さんかやったかな、あの経営されてましてね、そこのね居酒屋がまた美味しい。遠山さんねまたお会いできたら嬉しいです。年々ね、上手に作られていますので僕もね今日買いました。はい、皆さんどうでしたでしょうか。ぼちぼちね市場もやっぱり涼しくなってきますと、たくさんいろんな花が出てきます。あの観葉植物も含めてですね、ぜひねこれからちょっと今年は暑かったんですけどいろんな植物が出てきますので、ぜひね皆さんチェックしてください。お花屋さんもこれから多分たくさんのお花が置けるような、温度環境になりますので、近くのお花屋さん園芸店、ぜひ、この視聴をされてる方いらっしゃればそろそろお花見に行っていただけたら嬉しいです。それではね今日はね、最後に、黒崎さんのコスモスを見ながらお別れしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回はハロウィン特集していきますので、こうご期待ください。流行りの霧島の秋ですわ。そう、コスモスと一緒に並べてもらったら、そうなんですよ。これ五穀豊穣を祈って、それに祀らうような花のイメージで作られたお花なんですよ。高原の花でね、コスモスと一緒に並べてもらったらより綺麗なんですよ。で、頬がね、ここがブワーッとこう松明のようになる種類なんですよ。それでは次回はハロウィン特集、ハロウィンに合うお花をやっていきたいと思いますので、こうご期待ください。それでは、さよなら。